ご来場の皆様にお知らせいたしますこの後10時15分より熊本市国際化韓国国際交流院イヨンスによります異文化理解講座韓国カフェウルサン記念会テンプラスワン新たな一歩ウルサン広域市の紹介を始めてまいります本日イヨンス交流院には午前10時15分から 11時30分の講座では日本語でご講演いただき午後3時から4時15分の講座では韓国語でご講演いただく予定となっておりますここで皆様にお願いがございます新型コロナウイルス感染拡大予防対策のためマスクのご着用をお願いいたします発熱しているなど 体調の悪い方は恐れ入りますがご入場をご遠慮ください本日のイベントで自分以外が写っている写真や動画などを個人の SNS などのネット上にアップしないようにお願いいたしますなお本日のイベントの様子は熊本市熊本市国際交流振興事業団韓国文化院の広報や各メディアの報道で使用されます あらかじめご了承くださいそれではお時間まで今しばらくお待ちくださいただいまより熊本ウルサン友好協力都市締結10周年記念異文化理解講座韓国カフェウルサン記念会テンプラスワン新たな一歩ウルサン広域市の紹介を始めさせていただきます まずはウルサン広域市、ソン・チョルホ市長から動画メッセージをいただいておりますのでご覧ください。こんにちは。お西市長님과がくまも市民여러분반갑습니다っすウルサン・광역市場、ソン・チョルホ。いみだ。おれろ、ウルサンがくまもと市が2年をめじんじ10年にのますみだ。 구마모토에서 한국 문화의 날 행사가 개최된다고 들었는데요. 우리 울산도 구마모토시 대표단 여러분을 초청할 예정이었지만 계속되는 코로나 19 여파에 취소할 수밖에 없었습니다. 이런 어려운 상황 속에서도 한국과 울산을 위한 멋진 행사를 기획해 주신 분들께 진심으로 감사드립니다. 코로나 19가 끝나고 일상이 회복되면 울산을 꼭한번 방문해 주시기 바라고요. 저도 기회가 되면 일본 3대 성인 구마모토 성으로 유명한 구마모토 시를 방문하고 싶습니다. 서로가 자유롭게 왕래할 날을 기다리며 여러분 모두의 건강과 행복을 기원합니다. 감사합니다. 続きままししてウルサン広域市の PR 動画をご紹介いたします韓国の朝を一番に照らすウルサン大韓民国の経済人から国際的な産業都市として成長したウルサンがこれから新しい未来を切り開きます ウルサンは東アジアの中央そして韓国東南部に位置して1年中穏やかな気候条件を備えています人口120万人1,060平方キロメートル面積のウルサンは海洋と大陸をつなぐ接点に位置しておりソウル・釜山東北アジアの主要都市と世界中どこでも便利で素早く交流できる拠点都市です。 1962年ウルサンが特定工業地区に指定された瞬間は韓国近代化の第一歩を踏み出しウルサンは自動車造船海洋石油化学産業を起こし人口120万の都市としては唯一1,000億ドルの輸出を達成しました大韓民国の産業史とを超え国際的な経済都市になりました1997年に保育市に昇格し政治社会文化 環境インフラまで全国最高レベルに成長しししして今は誰もが暮らたたい都市に発展しました飛躍するウルサンの経済発展によって成し遂げた一人当たりの地域内総生産および地域総所得全国1位そして一人当たりの個人所得全国2位という驚くべき成果は365日明かりが消えない大韓民国の産業所としての地位を築きました。 ウルサンは市民が幸せで皆が豊かに暮らす調和と共生の都市として安らかな住居環境の確立公立病院の建設青く澄んだ自然環境づくりで健康な暮らしをお約束いたしますこれからウルサンは革新産業を通じてよりダイナミックな未来を描いていきます既存の主力産業をさらに高度化し ICT-BT 融合 3D プリンティング ゲノム産業など、新成長産業を牽引していきます。ここに百里竹林を抱く、手羽が国家庭園。蔚山発の国立病院。外郭循環道路及び都市鉄道網の構築により、さらに住みやすい都市を作り上げます。自然からのプレゼント、典型の自然文化を。世界の人々が一緒に楽しみながら愛する、蔚山になります。 海抜1 0 0 0ルを超える9つの山に囲まれた四ナマアルプスは秋になると一枚の絵のようにすすき畑の風景は壮観です海上で飛び回って遊ぶクジラともに楽しむ幻想的な旅はウルサンならではの楽しみです悠久の伝統と文化そして輝かしい経済成長を遂げてきたウルサン。 明日のウルさんにご期待くださいより豊かで幸せな都市世界一躍動的な都市に作っていきますそれでは皆様お待たせいたしました 午前の講座は日本語での講演となります。講師を務めるのは熊本市国際課韓国国際交流員イ・ヨンスです。イ・ヨンス交流員は2016年から熊本市と韓国ウルサン交易市との友好協力都市交流に国際交流員として携わっています。本日の講演では ウルさんと熊本がこれまで歩んできた交流の道を振り返りながら皆様にウルさんの魅力をお届けしてまいりますそれではイオンス交流員よろしくお願いいたします皆さんこんにちは熊本市韓国国際交流員イヨンスと申しますよろしくお願いいたしますはい,いす、あの交流10周年という節目を 節目になる年を向かって向えてこの世に皆様にあのウイさんについてそしてウイさんと熊本の交流の歩みについてあのご紹介できる機会に与えられてあの大変嬉しく思っておりますまた日曜日の朝こんな早い時間からたくさん来ていただきましてどうもありがとうございますじゃあでは今日は1時間ですね短い時間ですけどウイさんえウさんへの旅旅に一緒に出てみましょうかはい。 じゃ、今から始めさせていただきます。さあ、皆さん、お医者さん行ったことありますか？行かれてみた方をはいは、多いですね。じゃあではまだ行かれてない方はピアノ動画を見てもうすでに行きたくなったと思う方 <laughs> <えー笑>そうですね。さ、今日はだいたいあのピアノ動画でもご紹介された部分を皆様にあのご紹介するんですけれども。あの？ 情報中心じゃなくてそのちょっとストーリーを込めてあのお届けしたいと思います。うん、じゃあ熊本市の友好協力都市宇治ッサ広域市を紹介します。じゃまずお知らせです。すべての写真は宇治ッサ広域市のご協力のを受けて使用しております。他の写真が写真はですね私が直接撮りました。<laughs> またじゃひごまるくん今日頑張ってます。はい。 さあ今日の流れはまずウイさんのプロフィール熊本市との交流の歩みとウイさんを代表する象徴的なものについてご紹介しますもう産業都市とかクジラとかと手話がどんなところでしょうかで最後まとめに入りますさあ今日のあのこのようなカラーはですね全あのウイさん氏のシンボルマークをモチーフにして作ってみましたどうですかかわいいですか <laughs> これは海を象徴していますね。青い色は。そして、このオレンジ色は日の出。はい、太陽を表現しています。はい、じゃ、場所はですね。こちらが熊本ですね。うさんの位置はここです。すごく近いんですよね。はい。熊本市から最も近い海外交流都市になってます。はい、行きやすいところですね。 国内からは熊本から直行便がないので一番簡単な方法は福岡まで,福岡まで行ってそこから船か飛行機に乗って武山に行きます。で武山から行く方法が一番簡単ですね安くてでソウルとか別のところを通して行きたい方はもうソウルならですねソウルに行って国内便に乗って行ったり KTX に乗ったりまた高速バスでも行くことができます。 じゃあこれみんな何を取っているのでしょうか何だと思いますか <laughs> 何を取っているのでしょうか日暮れ日暮れだと思う方日が沈む様子じゃあ日の出はいさすがです <laughs> じゃあウッさんは韓国ですね朝鮮半島北朝鮮含めてまた島を除いて朝鮮半島で最も朝が早い カンザイゴという海辺がですね基準になるんですけど最も早くてあの新年の初日の出は7時31分です。7時31分ですねで。ちなみに韓国で一番日の出が遅いところは16分ぐらいの差があります。でタンクンマウルという南西部の一番末にある端っこにあるあの。 ヘナタンクマールというところですけど、そこはここより16分遅くて、7時、あ、7時四十分。だそうです。はい、うさん、さすがに早いですね。はい。じゃあ、それでみんながですね。大晦日から、これ全部人ですよ。韓国人はなんとなく日の出が大好きで、大晦日から動きます。海沿い後に行きますね。それで、日が出ます。 ではみんなが新年をお祝いしますこれは韓状以だけじゃなくて韓国の,この,あの東の海岸沿いは大体このような風景です様子ですねまた海辺の方に住んでない人も,あのもあのなんとなく高いところに行きます山とか。 自分の屋上、家の屋上とかに行って、日の出を向かう人が迎える人が多いですね。じゃあ、こちらは自治体でもおうさん広域市宇宙軍というところですけど、あの日の出祭りを毎年。 開催しています寒いですよね、未明からみんなが集まって寒い、寒いけど日の出をのあの楽しみにしながら待っているので、このちょっと簡単なイベントとかをしながらみんなが盛り上げます。でもやっぱり人が多いから人混みでまた道路も渋滞していたりして、ここまで到達せず、道路の中で車の中で日の出を見てしまう、そのような悲しいストーリーも結構ありますね。<laughs> じゃと 関西軍の名物が一つあります。これ、皆さんお医者さんに行かれた方見たことありますか？はい。さあ、この郵便箱はソマンウチェトンというものです。高さが5メートルぐらいで、実際にこの裏から入って手紙をこう。また、さらに小さい郵便箱に入れることができますね。では、実際に届きます。さ、うん、あ、高さ5メートルどれぐらいの大きさでしょうか？ 私の身長が165くらいなので、これぐらいの規模ですね。はい、勘定語の名物で、インスタ映えでもいいですので、ぜひ皆さん行かれる機会がありましたら、こちらにも行ってみてください。じゃあこちらはウイスさん港ですね。ウイスさんは産業都市です。だからこの港の役割がとても大事ですね。じゃあではこのようなウイスさんはどんなところでしょうか。 これまででさんんが歩んできた道、熊本市も歴史があるんですよねもちろん都市の歴史の観点から一緒にウイさんを見ましょうかじゃあ宇さんは昔あの朝鮮半島に人が住み始めた頃から宇さんにも人が住んでいましたで特に1413年に宇宙という地名があの ウ今のウイさんに解消されました難しい漢字ですよねでも韓国人もこの漢字でウイさんをうまく書ける人はあんまりいないんですウイさん市民も含めてですね私もこちらに来てあのやっと慣れました <laughs> このウイッチャという地名は今ウイさん市の一部の行政区域として相変わらず使われているそのような地名ですとこの年ですね先ほどあの PR 動画でも皆さんご覧いただいた と思うんですけど特別工業都市に指定されましたもうウイサン市の節目になる歴,歴史的なそのような事件とも言えるんですよねこの当時人口が約10万人ぐらい静かな漁村だったんですよはい。と1995年には市と軍を統合しました 政令指定都市になるために、あの熊本市も同じようなこう流れがあったんですよね。でその後人口基準が100万人ちょっと若干超えてあのこの基準に達したので、ハウイ山広域市になりました。全国に6カ所の広域市があるんですよ。韓国にはウイ山もう1カ所ですね。ウイ山以外ご存知の方、韓国の6カ所の 広域市ソウルは特別市です。ソウルは違いますね。じゃ、プサンとどこでしょうかデグ,あデグ、はい。またご <laughs> 存知の方、デグと、ああ、もう大きい国際空港があるところです。インちゃん、はい、また またあと二箇所ですね。うん。テン。はい、テゾン。と、もう一箇所。じゃあ、すごく料理が美味しい町です。はい。じゃあ、関州というところですね。関州広域市。で、こうやって、あの六広域市体制になっております。小木さんは末っ子ですね。<laughs> じゃあ、その後、広域市になってからは、小木さんさまざまな変化を。もう、今もですね。 経験していますでまずあの韓国政府の公共機関を地方に移転するための作業がもう今もです、ね、進んでいる,いるところですけど特にウシサン広域市には革新都市が作られて主にこうこ国立災難安全研究院ですねこう防災とかを研究するところですそしてエナジー 労働福祉関係の機関など9機関があのこの革新都市の中に入っていますね。でその後あのうさん市民の念願だった国立大学優秀な人材たちが勉強していますけどあの科学技術大学もあの開校しました。と2010年と熊本市と似てますよね熊本は何年に新幹線が開通しましたか何うん 同じ年ですよね宇ス、はい、さんも2010年に k t x が開業しましたでその後今年はですねまた熊本城ホールコンベンションセンターも去年いつだったでしょうか、はい、去年か一昨日です。一昨年ですよね宇スさんは今年ウ宇スさん天使コンベンションセンターがオープンしました似たようなところが多いですね。はい また広域市それぞれ政令指定して都市に移行したあその年は違うんだ10年ぐらい差があるんですけれどもこのような最近の歩みが似たようなところがありますじゃあウィさんはこのような履歴を持っているところです、はい、じゃあそれではウィさんの日本の海外交流都市はどこであ日本の交流都市はじゃあ熊本市以外もしご存知の方 これは韓国人もわかりません。<laughs> じゃあ早速確認してみましょう。山口県萩市です。うん、なんと1968年でした。これは日韓初姉妹都市です。だからすごく象徴的な意味、すごく大事な意味を込めているそのようなあの協定ですけれども。 理由はその時は同じような人口レベルの漁村だったんですね。で日本から韓国からこう海を挟んで向かい合っているところだからということで交流が始まったといいます。今はもう規模面ではすごくね格差が大きくなったんですけれどもこのようなあの象徴的な意味がある,あるのでもうさらに仲良くで交流が深まっていると聞いております。 次、新潟市も2006年ですね、新潟市もやっぱり海を面して両方が向かい合っている感じですね、ちょっと北と南の方ですけど、その後割合に最近10年,後10年前ですね、熊本市と友好協力都市になりました、こうやって3つの日本都市,都市と交流を結んでいます。じゃあでは熊本市との縁について 今から一緒に見てみましょうか。この様子は2007年10月24日築城400年記念一貫友情コンサート in 熊本城です。このような盛大なイベントがありました。もしかしてこちらに参加された方いらっしゃいますか。はいですね。大昔ですね <laughs>。 さああの14年ぐらい前ですかねなんと4000人ぐらいの観客が全国から集まったといいますその当時韓国でもすごく人気だったグループとか歌手たちもたくさん来たとのことですねはい竜王市長も参加していましたでもこれはですねあの今の友好協力都市締結の前だったんですよすごいことですよね多分このイベントが あのきっかけになってその後うまく進んで締結も可能になったんではないのかなとこの記録を調べながら私はそう思いました。はい、じゃあでは今からその交流の歩みを一緒に触れてみましょう。じゃあまずですね年 10月民間ですね、ウィスサン・エンビシと熊本の r k k が友好協力関係を締結しました。でもこの1年ごろ前に、あのなんか両都市に、両都市を感じられる何かがあるため、いかがでしょうかというあの話が観光分野同,同士であったそうです。で、その後民間の締結がありまして、2007年10月。 先ほどご覧いただいたただコンサートが開かれましたで2010年4月26日、はい、暖かい春ですねその日ウイさんで友好協力都市協定締結式が行われましたそれでその後、さまざまな交流を交流がですねこれまで続いていますねじゃあ主に文化観光 スポーツ環境交流分野です、はい、その詳細を一緒に見ましょうか。これは締結の前から続いていたあの活発な交流なんですけどスポーツ交流とかまたあの築城400年記念の時はあの宇ん市,市を紹介する写真展も開かれていましたすきやまるだったんですねと。友情コンサートは民間同士だった時から毎年 ウイさん熊本ウさん熊本交代制であのエビシと I.K.K. が進めていたんですけれども、じゃこちらはウイさんでのコンサートですね。もう熊本が頑張っていましたねと思った。熊本城を積極にアピールしていました。はい次はひごまるくんに言ってほしいですね。<laughs> じゃあこれはですね、締結の後も続いて最近まで友情コンサートはウイさん熊本市で。 それぞれあの交代制で開かれていました。またマラソンでもすごく活発に交流してまして、ウッサンマラソンにも毎年参加しています。これは総合参加なので毎年行ったり来たりしますね。で、うん、あのウッサン市民のランナーさんはすごくちょあの上手い人。 なんていうかなプロみたいに成績が優秀な方が多くて熊本城マラソンでもあの優れた成績を上げる方が多かったんですね記録にもちゃんと残っていますと青少年文化交流は友情コンサートとも同時に進め,ていたり進めていたりしたんですけれどもあの協定を結んでから新しい分野として追加されたそのような分野です。で未来のの主役の 青少年たちががお互いいに交流しながら両方を分かっていく機会はとても大事ですねそれで私もすごく楽しみにしている交流分野でもあるんですけれどもこうやってお医者さんに行ってみんなが友達になって繁忙を切って写真を撮ったりまたあの和上ですねこう熊本のゆかりっていうかあのくあの熊本とつながりがあるところにあの一緒に行って田んぼしたり。 とまたおうさんからも熊本に来て町中で講演を披露したりとまた熊本城も訪れたりと阿蘇に行ってみんなでワークショップとか交流の時間を持ったりしていたんですね。このような流れでで周年年年年と今年が11年目ですねプラス1年 新たな一歩を踏み出しています。はい、さらに詳しい交流の歩みは皆さん右側にあるあちらのですね、あの展示ブースで確認ができますので、後にまたゆっくりご覧ください。じあそれでは熊本で感じるういさん。あそれではどうやってこの二つの都市は友達になったのか。皆さん気になるんですよね。はい、私もとても気になっていました。<laughs> じあ。 それで少しずつ勉強してやっとあこうやって友達になったのかなと思うようになったんですけれどもじゃあ熊本で感じる牛さんはまず天帝があるんですね牛さん町の近所に住んでらっしゃる方も多いかと思うんですし毎日こちらを通ってあの出勤する方もあのいらっしゃるかと思います。すごく不思議な地名 今は地名としては使ってないんですけれども不思議な伝定名で韓国人もえ日本にしかも熊本にウイさん駅えー、不思議だと思う人が多いんですよ。じゃあこうやってわざわざですねだからウイさんから韓国から熊本市に来たらこう何にもないウイさん町駅に行きますそこに行って写真を撮る人が多いですね。はい じあ今はです、ね、旧うさん町になっています今は新町3丁目になってて昔まではおじさん町という地名でしたでも伝統名としてちゃんと残っているので何だかちょっと嬉しいです <laughs> あ皆さんここでおじさんを感じるある場所がありますご存知の方あ行ったことあるよそこ行ったらおじさんについてまたおじさんと熊本のコールについて 何か勉強できるよと、はい、なんか、さ行かれたことないでしょうか。兵庫屋本店という醤油工場があります。兵庫屋本店、ご存知の方、はい、ですね、中にこういうところがあるという事実、皆さん知ってましたえそうですね、隠れてますよ、こちらに。こ <laughs> ここですねこちらにはウィッサンというブランドの 醤油刺身醤油がこの工場の有名な商品ですね。でこうやって商品がありまして一番奥の方に資料室があります。ですねで中に入ったら牛さん町の歴史が分かる資料とか牛さんと熊本の縁について分か,るあの分かることができるそのようなさまざまな資料がありまして。 ちょっとショックほど私も感心したんですけれどもいつか次回がありましたら皆さん、宇佐町の歴史についても勉強になりますのでぜひ、はい、行ってみてください。じゃあでは今からはですね熊本城天守閣の中に入ってみましょうか今、特別公開第3弾天守閣内部を公開しているんですね。行かれて見た人方さ <laughs> 天守閣内にまだでしょうか。今人がすごく多いんですよね。この前私わざわざこの勉強のために行ってきたんですけど、すごく多かったです。もう久しぶりの人混みで嬉しかったんですね。でコロナ対策もさちゃんとはい。 していましたし全国からの観光客で関西弁とかが聞こえていったりしてすごく嬉しかったですぜひ機会がありましたらまた皆さん近いところはあんまり行かないんですね私は釜山出身ですけど平穏でとか全国的に有名な名所にですねいつかは行けると思ってあんまり行かないですねはい。<laughs> じゃあ天守閣内に入りましたじゃあ朝鮮とウイスさんまた和城について勉強する 勉強することができる展示パネルが1つの壁にですねこちらからそっちまでぐらいの幅ですねにあのかけてあります。じゃあちなみに和城はうあの日本式お城を韓国では和城と言います。はい、じゃあここから始まりますね。とこ,のこっちまでがその韓国関係の展示です。少し詳し詳く見たら なんか昔の絵とかが書いてあるんですよね。これままたお城のような写真もありますで朝鮮から持ち帰った技術でなんか瓦とかの写真もあるんですね、はい。じゃあそれでは何でこのような展示があるのでしょうか。じゃあちょっと400年前に遡ります。じゃあこちらが今韓国の大石山釜山がある海岸上位ですね。で文禄の駅を韓国では人神わらん。 慶長の駅を定有採乱と言うんですけどこの時建てられたお城です、はい、ちょっとその時の,あの攻撃をちょっと効率性のあることにするためにその時の和軍がたくさん作ったんですねもうほぼ20箇所,箇所以上がありましてその中でも鵜山攻撃士にあるものが今も現存していますけど鵜山城と鵜城と 祖先城と言いますこの2箇所が今も宇治山皇嗣市にありましてあのカトキアンマサが直接あの築,城築城したりまた駐屯したことがあるところですねこのためですねこの宇治山の和上にはお城マニアとかまたあの学術的に研究している方がたくさん訪れたりしていました今はコロナのため無理ですね、はい、じゃあ祖先和城に 一緒に行ってみましょうか。皆さん和上に行かれたことありますか。はい、多分ですね。あの一般的なルートではなかなか行きにくいところ。ですけど、最近、ういさんもこちらに観光的な。この、あの努力をしているので、皆さんにたくさん来ていただくためにですね。あの行きやすい方法もあります。はい。じゃあ、この、これが和上です。 なんか石垣がたくさん残っていますね。400年前ですけど、さ青少年交流の時もこうやって一緒に行ったことがあります、はい。こちらはこの石垣は何かに似ていますね。皆さん熊本城でもご覧になったことあるんですよね。さあちょっと似たような部分です。はい。でブルノコの駅に建てられたお城で。 ウッサ南部の海町にありますで周囲が4 2キロでなんと15万平方メートルの割合に大きい和上ですと。戦争が終わってからは1895年,18年まで朝鮮水軍の基地としても使われていました。で現在ですね韓国にある一部の なんか和場の中では一番規模が大きい城ですね。さあこちら現在にはどのような様子でしょうか。はい。昔ですね、この日本軍が作った和場を韓国ではちゃんと残そうというそのようなスタンスではなかったんです。あんま嬉しい歴史ではなかったので、ちゃんと整備されてなかったんですね。でも近代に入ってからは歴史の一部として、またあの日本の中世紀の あの和城お城ですね日本式お城について研究できる重要な城にもなっていますので最近はきれいにですねあの整備していますそれでこのように案内専門案内士がこう観光客として訪れたら日本語ができる方がこう案内してくれます詳しくですねまたこのようになんと今熊本城天守閣でもアプリで a i 機 AR 機能を使ってこの仮想体験ができるんですね。この天守のこの祖先法和上でも同じような経験ができます。今は天守閣も何も残ってないんですけどただの石垣だけですけど昔の様子を推測する,す,することができるんですね。あの仮想仮想体験を通して。 こうやって頑張ってまたその歴史的な価値また学術的な価値のためにちゃんとはい進めているそのようなところです。じゃあまたですねこの祖先法和城が一般市民にも春になったら行きたい場所になっている理由は桜の名所だからです。 こうやって綺麗な桜がですね3月末から4月頭ごろですね綺麗に咲きます。で市民たちももちろんですね全国の観光客もあのそのそのサンの方に行ったらあ,あ桜を見に行こうってこの和嬢を訪れる人が多いと思います。多いいと言います <laughs> じゃあ それではですね、またもう一箇所の和絵を言ってみましょうか。先、うし山絵について私が簡単に触れたことがあるんですけれども、この絵は土山三戦闘中です。これはですね、今のうし山博物館にも、また熊本城天守閣の中にもこうやって描けてあります。で共通な歴史の一,あの一部の部分ですね。 あこれは、ですねあの人心和蘭豊コの駅のあと、帝遊祭蘭ですねこう、慶長の駅の時建てられた、なんとですね40日,40日ぶりに建てられたといいます。 でここで民と朝鮮の連合軍とまた枠組んですね日本軍の籠城の戦があったといいます。で日本軍が籠城戦でこの12月末から1月頭頃のすごく寒い時期にこちらで、はい、戦ったということでこの,この時の 経験を踏まえて今の熊本城の中に井戸がたくさん作れられたというのが記録に残っています。で、この絵を描いたのはこの佐賀藩主,藩主の家臣の奥義のという人が描いてもうこれまでも記録として残っているので,でおじさんの方でも熊本の方でもこの絵についてはその400年前の歴史を説明する時いつも表現しているそのようなあの記録になっております。じゃあ 現在のウイサンワジに行ってみましょうか。中ュンですね。ウイサン市の真ん中のジュの白山公園になっています。じゃこちらですね。この中でここです。はい。昔すごく激しい戦いがあったところというのをちょっと信じられるほど今はですね。はい。あのこう都心部の真ん中にあるところですけど。 公園の入り口に行ったらこうやって案内図もありまして、その土山さん戦闘の歴史がわかるこのような看板がもうここからずあ,あの長くですねこう建てられています。そして一部ですけど石垣も今まで残っています。こちらもあの住民たちの憩いの場にもなっていますし歴史学習の場にもなっているそのようなところです。こうやってあの。 熊本とつながりがあるところが宇佐市にあるということです、はい。じゃあそれではですね、ここまでが交流の歩みというか、400年前からつながりがあったということですね。はい。このような同じ歴史を共有しているんですけれども、観点とかまた考えとかは少し違うかもしれないんですね。でもお互いを分かっていきたいという。 あのその意思が基そうになってこれまでこのような交流が深まってきたと思います。で私自身もちょっと難しい場面に遭遇したこともあるんですけれども今日こうやって来ていただいた皆様のようにお互いを分かっていきたいというそのようなところを楽しみにしている方も多いですし私もそのように楽しみたいと思ってきたのでこれまで頑張ってくることができたと思います。じゃあ今後も熊本とじの あのますます深まる交流を私も楽しみにしています。皆様も応援してください。はい。次はなんかバラですね。このバラすごくきれいででっかい公園の中にあります。ここはウッサン大公園というところでバラ祭りの時期の様子です。さあちなみにバラはウッサン市の花です。ウッサン市のお花がバラで。 この公園はですね、SK エナジーという大手企業がなんと10年ぐらいかけて約100億円の費用をですね、その企業が払って乗成した公園です。で、ウーサン市にこのエナジーの工場があるから、ウーサン市民たちに贈り物として寄付したいという意味で、 10年もかけてたくさん費用もかけて醸成したところですね。で企業の社会貢献の面でいつも良い例として取り上げられているところですね。昔からあったのでこの公園はあの今さまざまな観光地ができていますけど割合に昔からすごく韓国内でも知られているところでしたしこのストーリーですね作られたストーリーも有名な話になっています。それでは今は今 現代に戻ってウイッサンを代表する象徴について皆さんと一緒に楽しみたいと思います。じゃあここはウイッサン市の真ん中にあるすごく道路なんか難しい道路です。そちらに交差点にですね一つの塔があるんですよね。私は昔からですね幼い頃からウイッサンのシンボルはここじゃないかなって行ったことないけどたくさん聞いたことあるところがこの場所だったんですよ。 じゃあまずですね10人の韓国人に聞いてみましたウさんっていえば何が真っ先に思い浮かびますかってそうしたらやっぱり産業団地があるところ産業都市だというそのような意見が多かったんですねと現代じゃなくて韓国ではヒョンデですけど日本の発音ではヒュンダイですねヒュンダイという大手企業を皆さんご存知ですか聞いたことあるはい で、ヒュンダイは何を作るところでしょうか。あ、茶道茶、ね、茶道茶、はい、また。また。はい。あ、やっぱり茶道茶が一番イメージが、ね、大きいですね。茶道茶を作るところです。はい。他にもたくさん、あれこれ作ってますけど。茶道茶から始まったと言っても、あの過、過言ではない、そのような企業です。 次はクジラクジラ熊本って言えば馬刺しですよね馬を食べるところというのがまたあの有名ですけど牛さんはクジラってまたあのクジラのお肉ですよね芸肉を食べれる芸肉を食べれるところというあの印象がすごく強いですじゃあその後は 割合におじさんの近くに住んでいると、釜山とか、うさんあたりの人はこうやってテファガンとか、ガンジョイゴとか、と観光名所、またあの自然美しい場所の名前を言った人もいます。と、高領島、先のこの写真ですね。と、おじさん、お嬢さん、で韓国語では、うさん、あがしですけど、んうさんアガシ、あがし美人が多い年って思われるかもしれないんですね。 じゃあお金持ちの街、はい、とキムテヒ・ <laughs> キムテヒ、誰かご存知ですかあ俳優さん、とても美人の俳優さんでウシさん出身ということで有名です。大、は、体、い、<laughs> これぐらいのイメージが韓国人がウシさんについて持っているイメージなんですけれども、まずこのような一番 大きいこのような3つのイメージから皆様にお医者さんについてご紹介したいと思いますじゃあその前にこの公領島私の中のイメージの公領島から見ましょうかこちらが交差点ですお医者さん公領島交差点というところでここはですねすごく渋滞もひどいですし道が難しいんですこうやって私がここから行きますここに行きたいんですねでナビではじゃあ虹 10時,ですね、10時方面ですってこう案内しているんですけどこう回って10時10時どこから10時になってしまってこうやってここに入ったりすることもあるんですね私も実際に経験があるんですけどそれで何周も回ってしまったというあの運転の,あの初心者とかまたあの別の地方から来た観光客とか。 がさっきの「勘定後の日の出」のようにですねじゃあさん慣れているおじさん市民の方尊敬しております。<laughs> じゃあこういったあのエピソードっていうかあのこの話も結構有名ですね公領党に関しては。では公領党はどんなものでしょうかじゃあ1962年に特別公と都,都市として指定された時それとまた公領センターが 建立されたこととあの第一次経済発展ですねその計画が立てられたことを記念するために作った党という意味ですね。はい、韓国が国が主導で 経済発展を進めていったので、その時はこうやってこの計画もすごく大事に進めていましたし、そんなのを記念するために、このような塔もたくさん作られたんですね。でもうですね。この皇女塔が作られて50年も超えています。で、相変わらずおじさんのシンボルになっているんですね。はい、ではですね。この写真は今回の行事のチラシにもなっている写真ですけど。 ヒュンダイ自動車専用港です。もう、貿易港じゃなくて、ヒュンダイ自動車だけの港ですね。ここがヒュンダイ自動車の工場です。ここはですね、今輸出を待っている車たち。ただの産業施設などに、なのに、すごく名物になってまして。こうやって、ここを通るときですね。パッと写真撮ります。通る。<laughs> 車の中からですね。また。 このようにこう工場とこう港を挟んでこう走ることができるこの道路はあのこのヒュンダイの元会長のジョンジュヨン会長の号に馴染あの馴染んだアサンノという道路ですでヒュンダイとすごく密接したそのような場所ですねここを通して車がですね年間110万台ぐらいが約200国 に輸,出輸出されていいると言います、はい、すごいですね <laughs> このちょっと近くまで行ったこともあるんですけどスムーズにあの車が一台一台ずつ船に乗せられる様子がすごく面白かったです。はい、あでは次ですね「韓国の産業都市」というあだ名を持っているほどヒュンダイと密接なあの こう関係があるさんですねもちろんふんだだけじゃなくても産業都市としてもあのすごくこれまで頑張ってきたところですけれどもじゃあ先ほど動画でもご覧になりましたけど石油化学を中心に自動車重工業この3つがさんの3大主力産業です、はい、もう夜もですね明かりが消えない産業都市のウイスさんの様子がこれですね。 はい、でこれはこれまでおじさんが韓国の,あの経済をリードしてきたというあのそのような代表的なイメージになってますね。で時代がちょっとずつ少しずつ変わっていました、まあ、重,重工業自動車とか石油化学はもちろん大事な産業ですけど時代の変化に合わせて新成長産業もとても重要ですよね。で主にですねあの水素市民の生活と密接した あのそのような分野がその水槽分野ではないかと思うんですけれどもあの水素電池をこう充電して走る路線バスがもうすでに宇治山市内を走っています124番バスですけど今はこのガソリンスタンドでしょうかガソリンスタンドじゃなくて電,電気スタンドで充電している様子ですねまた宇治ンには今ですねトラムはないんですけれどもこの水素電池を使ったトラムが2 0 0 あの二十七年開中する予定です。はい。さあ、ヒュンダイのお膝元になっているウさんでした。先ほどの港ね、そのような港専用港も,も港も持っているウさんですけれども、さあ、自動車は千九百六十八年に作られました。工場がですね、とても広いですよね。あの世界中でも最も大きい規模と知られています。 また1973年にはこの重工業も作られましてもう韓国だけじゃなくて世界のこう船舶産業をこうリードしてきたんですね、はい。こちらも中がすごく広くてあの年間こう作っている船の数もすごいですね。なんかでっかい船もたくさん作って輸出していますしあのこちらに今働いている職員だけじゃなくて部品会社が。 この工場を中心にさん市内にたくさんありますその部品会社も含めてヒュンダイ関係の仕事をする人はもうすごく多い比率を示していますねウイスキ市民の中でも。だからこういったところからひざ,ひざ元として呼ばれていますけど産業の部分だけじゃなくてこうやって自動車工場とか重工業を見学することもできます。 でこの2箇所だけじゃなくて別の産業施設も見学ができますしまたこのふんだいを作った神話とも呼ばれているジョン・ジュン会長の展示もあの重工業重工業の展示館の中で見ることもできます,すごくなんか電気がすごく面白くて何もない何も持ってない少年がこのような大手企業を作ったそのストーリーがまあドラマになったこともあるほどですね。 日本っていえば松下会長のような存在でしょうか、はい、個人的にもすごく興味深くその「電気を」を読んだこともあるんですけれどもこちらに行っても私すごく楽しく見学ができましたまたあのこのように先ほどご,せご紹介した道路の名前もこのチョン・ジュヨン会長のごうに馴染んだこうゴーにちなんだあさのになっています。はい ここはですね、この道路を走ってヒュンダイ重工業まで出勤もできる道路なので、もうこういこういった様子からあやっぱりヒュンダイの膝元かなというのを感じることができると思います。じゃあまたですね、こちらは日韓ワールドカップが開かれたスタジウムですよ。で今はですね、ヒュンダイ FC のメインスタジアムになっています。すごく強いチームですね。こうやってスポーツチームもあのこう 運営していましてまたウイさんのバスケットチームのヒュンダイモービスもはいヒュンダイ所属のチームですよねこれ以外も病院とか学校とかでヒュンダイが作ったそのような機関がウイさん市内にたくさんあります。だからあの一番さんって聞いた時ヒュンダイと答えた人が多い理由がこういった面からですね。 それではクジラに会いましょうか。はい、じゃあクジラの町と呼ばれるです、ね、あのジャンセンポという町があります。この町は今はなかなか出会えないんですけれども昔クジラの町としてとても有名でした。また全国でほぼ唯一クジラ肉、芸肉を食べれる専門店が多いですね。 はい、私も2回ぐらい牛肉を食べたことあるんですけれどもあまり私の口には合わなかったんです。<laughs> で熊本では昔給食で食べることができたって聞いてますけどどんな味ですか,なんか調理法はは何でししょうか硬 <laughs> い <laughs> い、はい味美くない <laughs> とということで食べ方調理法はそれぞれ違うんですけど芸肉はあまりいしくないかなか <laughs> そうですねでもまあ好きな人すごく好きなあの知人がいたんですけどその人はもう,もうすごくおいしいおいしいっていつも言いながらうさんに言ったら「牛肉だよ」っていつも言ってる人もいますねやっぱり好き嫌いがありますねはいじゃあここでちょっと話が脇道にそれますけど他に名物がまたありまして。 ウイさんのおにゃんブ動きというもの、私も好きですし、皆様にもおすすめします。このあのヘオリもヘオリはどんな存在でしょうか。<laughs> このヘオリもおすすめします。あの牛肉ですね。韓国の牛肉をあの和牛は日本の牛肉ですね。韓国の牛肉をハヌと言います。そのハヌで作ったもので縮みのように網の上に焼いてこう食べますすごく食感が柔らかくてなんか。 あの味付けもちゃんとしているので私も大好きですね。これがさんならではの名物ですですも、牛さんのあたりに、プサンとかそういうところにも専門店がありますので検索したら食べれるところが見つかるかもしれません。はい、じゃあ、またですね、こうやってハヌが有名な町が牛さんには2か所がありましてオニャン,ボンゲーブルゴギトッキトックですねなんと、ブルゴギの特区があります。 ここでは毎年2つの町がそれぞれ有名なハノの町なので交代制,制でこうやってブルゴリ祭りを開催しています。で今年はボンゲ来年はオニャンボンゲオニャンでたくさんの人が集まって一斉にですねブルゴリを焼いて食べる様子 すごいですね。じゃ近年はあのコロナのためうまく実施できてないと思うんですけれども、私もこの祭りではないんですけど、また近くにある別の町でこのようなプルゴリー祭りに参加したことがあってすごく楽しかったです。なんかブルゴリー食べ放題みたいな感じでみんなでワイワイ食べれますね。はい、機会がありましたらぜひ行ってみましょう。はい。またさらにですね、詳しいこのイベントとかの このような情報は皆さんのお手元にあるこのおいしさんガイドブックで詳細を確認することができます。ぜひ後にご参考ください。さあ次クジラ文化特区話が戻りました。クジラに戻りましょう。ということで今ですね韓国ではほあのホゲイがホホゲイですよねホゲイが禁止になってるんですよ。それで網にかかったクジラしか食べません。 食べることができないのででは、クジラ産業は今、昔とは違うんですね。では、ジャンセンポという町は今、どんな様子でしょうか今は文化特区になっています。クジラ文化特区になってて、いろんなさまざまな体験ができるところに変わりました。じゃあ、昔のジャンセンポ、ジャンセンポの犬です。犬がなんとですね、これ1万ウォン札です。約1000円ですけど。 1970年80年代にはこのジャンセンポに住んでいる犬もお金持ちだったんですって一 <laughs> 万円札を持ち歩いたと知られていますこれは本当ですってなのでウさん小池氏でもこうやって看板を作るほどですねお金持ちの子犬を思い出しています <laughs> 私はこれ初めて見てもう面白くて面白くて <laughs> その場でめっちゃ笑っていましたけど。 そそれほどあのクジラ産業が栄えていたそのようなところでしたこう今はもうそのような様子ではないんですけれどもクジラを解体しているその時の様子でまたあの元捕鯨船の船長からのお話どうやって捕鯨をするのかとかも説明してもらえますねこれが文化村です。 で他にもこの一帯がすべてジャンセンポ村の文化村ですけど他にクジラ博物館とかクジラ生態体験館とかもあってイルカですねイルカに出会うこともできますまたイルカウォッチングもできますねこうクジラ旅行ですねクジラ海旅行船に乗って海に出てクジラに会えますけど毎日。 あの1回ずつ週末は2回ですけどあの皆さん、天草よりは出会う確率が非常に低いです <laughs>。それだだけはご参考してください,はいでもですね、船自体がすごく大きい遊覧船なので船の中で楽しめるところがいっぱいあってイルカに会えなくても大丈夫って思いながらその船の旅を楽しみにするえお客さんたちが多いといいます。 さあ、次またクジラ祭りもあります。これがおじさんにはすごくあのイベントが多いんですけれども、その中でも人気のお祭りがこのクジラ祭りです。で、毎年5月、6月に5月か6月に開かれますね。私もこちらには参加したことまだないんですけど、機会があれば行ってみたいと思います。はい、またですね。これはどこでしょうか？ またあのカバンですね皆さん、今日の記念品が入っているカバン開けてない方もいらっしゃるかと思いましてあの内緒にしたいんですけれどもその中の雲ン市のご協力でいただいた記念品がありますね。その記念品のデザインになっているところがここあのバングデアムガッカー岩絵ですこの岩絵には親戚時代の人が描いたものがたくさんあります。 はい、でその時代からもうクジラが宇さんではですね見れることができるそのような動物だったんですね、はい、1971年に発見されまして割合にこの歴史はあの現代の人が見れるようになった歴史は短いんですけれどももう親戚時代だから昔からこれが存在していました、はい、とても重要な価値がある文化財ですけどとっても残念なところがあって 文化財分野またおじさん広域史の悩みでもありますまた今後の課題でもあるんですけれどもなぜかというとダムがありますこの上類にでこのバングデが派遣される6年前にダムが作られたんですよでその後これが見つかったのでどうしようもできないっていうか,なんかその後何十年経っていても あのうまく保存する方法についてはいまだにです、ね、研究中です、はい。このようなちょっと悲しいみんなあの国民たちもいつも心配しているそのような文化財にもなっています。でもこ,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 らこちらに描かれている絵はとてもかわいくてあこの時ウシさん何,年何千年前もウシさんにはこういったものがあったんだってそれが推測できるものなので、はい、私も近くまではいたんですけどこう。 近い最も近くにあ行って確認することがないので今後私も楽しみにしているそのようなところです。はい。じあ次はですね最後の場所になるんですけれどもテファガンという川があります。でウスさんの母なる川ですね。このテファガンは昔ですねこうやって。 牛さ山の真ん中をこう流れているのでとても重要な川でしたでも牛さ山はこれまで産業都市を目指してかけてきたので環境よりは経済発展産業発展だったんですねそれで空気とかまた川の汚染がひどかったんですよそれでひとときはですねこの手和岩が「死の川」と呼ばれていましたでも長年 たくさんの人また、イさん広域市でも努力をしてきてその結果で最近の手羽岩はどんな様子になっているのでしょうか。自然に美しい川へ、はい、じゃあ、鮎が戻りました。と、白鷺ウイさん市の鳥ですけど、白鷺も戻ってきています。また、村ガラスですね、たくさんのガラスたちが踊ります。 いうあの日が暮れる時間になったらこれも時期,時期によって違うんですけれどもカラスってあんまり韓国では縁起の良い鳥ではないんですよ。でもこうやってたくさんのカラスがムラガラスが踊っている様子はでと飛んでるんですけど群舞のよように見えるんですよねこれがもうすごく見どころなので市民たちがみんなが一緒に参加してこれを見るイベントも開催しています。 私も本当これは見たいなと思うんですね。カラスは嫌だけどこれは見たくなりました。<laughs> じゃあこうやって色折り折り、もう春はとか秋はとか菊とかですねコスモスとかさまざまなお花に着替えている手花冠になりました。また嵐山の嵐山のようにこう竹林。 ですね、竹林も十里竹林というんですけれどもこの十里竹林に入って散歩することもできますしさまざまなイベントまた先ほどあの資,料とし資料で交流をするとこあの大会としてご紹介したんですけれどもテファカン国際マラソンもこの川沿いを走るマラソンですねはいこのようなところが認められて2019年には国家庭園として指定されました。 はい、国会庭園,庭園の1号はですね、韓国の南西部の駿川湾というところです。そちらに第1号の国家庭園がありまして、このウッサンのテワガンは2番目の国会庭園です。はい、じゃあ、これ以外にも、テワガン公園とか、ヨングラムアルプスと、ウッサン大橋展望台と、先ほどご覧いただきました、シムニです。 竹林とかこういったところは宇佐美さんが川山と海ですねが共存する本当自然たっぷり自然に恵まれたところというのが分かるそのような観光名所ですね。もより詳しいあの資料はお手元のガイドブックまたあの右にある展示ブースにはこのような あの牛さんの観光名所がポスターにもなっていますので皆さん、ぜひご覧ください。はい、じゃあそれでは最後になりますが皆様にですね牛さんの歌を紹介したいと思います。これまで、今ちょっと短い時間ですけど牛さん、どんなところ行きたくなったと思いますか <laughs> です、ね、じゃあ お,じさんお嬢さん先ですね、あのお嬢さんのイメージの中に含まれていたんですけど、そのお嬢さんは、お嬢さん、あがしと言います。この歌のことでした、その人が答えたのは。で、美人が多い町という意味じゃなくて、お嬢さん、あがしという歌という意味だったんですね。で、あがしは韓国語でお嬢さんという意味で、お嬢さんって、お嬢さんでですね、くねぎと言います。で、あがし、くねぎ、お嬢さん、同じ意味ですね。 で町の木が多い静かな漁村でこう生きる力にあふれた可愛らしいウシさんの女性を表現する言葉にもなるんですけれどもさあ今日この歌のために私が大好きな歌でもあるんですけれどもウシさんをあのよく表現した歌なので皆様にぜひぜひですねあの紹介したいと思って私があのウシさん演武士ウシさん広域士またウシさん私立 合唱団にご協力を受けて、この動画の準備ができました。あの感謝しております。皆さんちょっと拍手をお願いいたします。<laughs> あの、この3時間のご協力で、この動画の準備ができました。じゃあ、それではですね、この歌を一緒に聴きたいと思います。じゃ、よろしくお願いします。あ、私が、できますね。はい、すみません。はい。 thank you 皆さん、う <laughs> いさんを感じられましたか。はい。さあ、合唱団の皆様、忙しいスケジュールの中でも、熊本の皆さんに届きたいという気持ちが。で、ね、その石が集まって、急いでみんな集まって、こうやって歌ってくださいました。と、改めて感謝申し上げます。はい。じゃあ、ういさん、あがし。で、ういさんでは、あの、ういさん、くねぎという方言でも。よく使うんですけれども。 さあこれがウイさんあがしウイサンアガシさんくねぎという代名詞を現代風に解釈してウイさんのジュング先ほど白山古恩があるところってご紹介したんですけれどもそのジュングですね旧都心部ですよそこの町づくりの一環でこのウイさんくねぎをキャラクターにしたんですよこのキャラクターが今最も人気です <laughs> であるあのゆるキャラですね大会で もうなんと優勝したとのことですね。クマモンに似ているところもあるんですね。はい。じゃあおじさんクネギはこうやって活躍しています。ほぼ人と実際私の身長より少し低いぐらいだったので、なんか友達と写真を撮る <laughs> 気持ちになっちゃったんですね。またあの記念館もありまして、この子のクネギの家に遊びに行く感じで、あの1階には。 こうやってクッチショップがありますし、2階に上がったらこの子の部屋に入る感じ。これが部屋の中ですね。ここでこうやって写真を撮ることができます。じゃこれも一つの楽しみですね。この辺はですね、あの伝統市場も大きい伝統市場もありますので、はいおじさんの感じるおじさんを感じることができるそのような楽しい旅ができると思います。じゃあでも最後の挨拶はあの。 少し最近おじさんクネデには負けてますけど、じゃあゆるキャラのおじさん高木氏のゆるキャラヘオリがご挨拶します。皆さんご清聴ありがとうございました。感謝합니다。ありがとうございました。皆様今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。少しお時間ありますのでここで。 会場の中から質問がある方いらっしゃいましたら、一、二問ぐらいは答えていただけるかと思います。では、はい、そちらの黒いお洋服の方に、とても楽しかったです。ありがとうございました。一つ聞きたいんですけれども、<laughs> 旅行に行く場合にそのウルさんはその治安という面ではどんなかなと思って、そこを聞きたですははい、皆さんこ安心ください。<laughs> であの韓国日本と変わらないほど治安がですね、とても良いところです。っ安心して行かれてもいいですし、特にもう一部の地域がちょっとという印象はあるかもしれないんですけど、お医さんは全くそんなところじゃないですね。はい、ご安心ください。<laughs> あとお一人ほど、はい、何か質問がある方いらっしゃいませんか。どうでしょう。あ、じゃあこちらの方。 プサンから、はいえー、ウルさんは列車とかで行けますか、はい、そうですね、プサンから行きやすい方法がも、もしウルさんだけが目的地でしたら、姫空港に降りて、そこからバス1本で行けます、ウルさんに。で、1時間ぐらいかかりますね、はい、でまた、プサン市内だと、KTX もあるんですけれどもすごく高あの、すごく早いですね、早いんですけど、高い方です。 でもあえて KTX には乗らなくてもいいでしょうか。ここであの嬉しい頼りがあるんですけれども、ちょうどこの12月末頃ですね、あの釜山市内から釜山のテファガン駅まで行く列車がであの営業を開始します。<ー>はい、複線電鉄の工事がこれまでずっと行われてたんですけど、もう。 いよいよですね。今年開中になります。だからとても便利に行くことができますし、地下鉄のように愛知カードでもはい行けますので、その方法を一番お勧めします。ありがとうございます。かみさみはい、感謝ミダねえ。どうでしょうか。よろしいですかね。はい、はい。じゃ最後何か多い一言あればあ大丈夫でしょうか。はい、じゃあ皆さん、私もこの交流分野に携わりながらはい。 ウイさんについても勉強になりましたし熊本についても勉強しないといけないんですね勉強になったんですけれども本当お互いを今日来ていただいた皆様のようにお互いをこう理解しながらこれからも楽しみにしながら楽しみながらあのこの仕事をしたいと思いますあの熊本についても韓韓国の人またウイさんの人にもあの今後も続けてこうたあの 知らせていきますので後でコロナが就職,就職してあの韓国からの観光客が熊本に来たら皆さん温かくご歓迎くださいはいさあ今後もよろしくお願いいたしますありがとうございましたありがとうございました,ました美容室交流院にはこの後引き続き午後3時からは韓国語にてご講演いただきますえ皆様ご聴講いただき本当にありがとうございました 受付で配布しましたアンケートへのご協力をぜひよろしくお願いいたします。それではこの後も館内イベントを引き続きお楽しみください。本日はありがとうございました。感謝합니다。楽しみがせよ。